はい、はい、どうも、チョブリです。ってことで、今日はですね、eFootball 2023アプリ版のやっていこうと思うんですけれども、今回は今週登場したあるフォーメーションがかなり強いんで、皆さんにね、ご紹介していけたらなと思います。まあ、eFootball リーグもね、フェーズが切り替わって一旦ね、まあ、リセットされたということで、結構ね、フォーメーションとか悩まれてる方もいるんじゃないかなというふうに思うんで、よかったらね、このフォーメーションマジでめちゃくちゃ強いんで、使ってみてください。ってことで、そのフォーメーションが、はい、こちら、モンテリオ山形から 4-2-1-3 のフォーメーションですね。紹介していきたいと思います。いや、このフォーメーションですね、マジでめちゃくちゃ強いです。先週のね、まあ、最新おすすめフォーメーション解説みたいな動画でも上げさせてもらったんですけれども、まあ攻守の安定感がとんでもなくて、バランスよくね、かなり強いですね。まずはこのフォーメーションの設定方法からね、解説していきたいと思うんですけれども、こちらがですね、エキストをいただいて、ユーザー情報、ドリームチーム、ベースチーム、そしてアジア、オセアニアですね。で、J2 のモンテリオ山形。こちら選択していただいて、はい、こちらゲームプランに戻ってきたら、人の顔のマークからフォーメーション変更、初期設定でね、こちらに変更することができるわけなんですけれども、まあ、このフォーメーションね、結構人気なのが、この 4-1-2-3 の形、まあ、セパハンの形ですよね。まあ、そのフォーメーションと似て、このフォーメーションもかなり強いんですけど、セパハン FC のものよりも、より守備的な、形になってますね。セパハン FC のものは、ここがね、一つ上がっていて、こう逆三角形みたいな形になっているんですけれども、このフォーメーションは中盤がね、三角形型といった感じになっております。で、まあ、このフォーメーションの良さがね、最初にも話した攻守のバランスがかなりいいですよっていうところなんですけれども、実はこのフォーメーションね、フォーメーション変更していただくと、初期のフォーメーションでもこの 4-2-1-3 ってやつあるんですよね。で、これにしてみると、はい、こんな感じでは何が違うかって言いますと、この中盤ですよね。これ結構上がり気味なんですよ。なんで、初期位置がね、こうセンターバックと少し離れているんですけれども、このフォーメーション、モンテリオ山形のものはこんな感じで、もう、ほぼセンターバックと重なり合ってるんじゃないかぐらい低い位置いるんで、これがね、よりいいポイントなんじゃないかなと思いますね。やっぱりね、このフォーメーションの強みって、攻撃はもちろんこの3枚プラス、まあ、この1枚で攻めれるんですけど、このディフェンスですよね。この中盤2ボランチでしっかり守ることができるっていう、まあ、この攻守のバランス、そして守備の硬さがね、魅力的かなというふうに思うんですけれども、普通の初期の 4-2-1-3 よりも、こんな感じで2ボランチが低い位置にいるというのはね、かなりいいんじゃないかなと思います。で、初期設定だと、これ 2DMF になってるんですけれども、僕的にはね、ここ 1DMF でいいんじゃないかなって感じはしますね。まあ、1枚は、これはもうアンカーじゃないですけど、アンカーの選手とか置いてあげて、もう1枚はボックス、ボックスとか、まあ、2列目とかプレーメーカーとか、そこらの選手を置いてあげるといいんじゃないかなと思います。僕的に OMF は、まあ、チャンスメーカーか、2列目からの扉の選手を使ってあげて、まあ、どんどん裏抜けしてくれるような選手がいいんじゃないかなと思います。で、サイドバックに関しては1枚守備的なグバルディオール、1枚はね、攻撃的なダニーロを使っているといった感じですね。まあ、本当にベーシックな形で、このね、中盤の形が三角形か逆三角形かっていうのと、この中盤がね、もう少し高い位置か低い位置かっていう話なんですけれども、いや、このフォーメーションマジでめちゃくちゃ強いですし、今週から登場してるフォーメーションなんで、ぜひ皆さんね、一度は使ってみていただけると嬉しいなと思います。ってことで、早速ね、この 4-2-1-3 モンティリオ山形のフォーメーションを使って試合の方をやっていきたいと思います。はい、ってことでマッチングの方をしたのを続けていこうと思うんですけれども、さっきベンチメンバーをね、あんまり解説できなかったので、ちょっとベンチメンバーをね、ここで見ていきたいと思います。こんな感じですね。まず、ちょっとこうあれだね。メッシとロマーリオ、ここがね、調子いい選手と先発で変えてます。調子見ていくと、みんな調子悪い。ロマーリオとすればムアッペ。まあ、これ好調なんで、ムアッペ使っていきましょうと。で、メッシとカに関しては、今回カがこう、絶好調でメッシが普通なんで、まあ、今回メッシは使わないでカ使っていこうみたいな感じで、まあ、ここはね、先発といい感じで変えて使ってます。で、こんなことあるんだね。まさかレオンとコマンがね、僕めちゃくちゃ好きなんですけど、どっちも絶不調ということで、このレオン、コマン、ベンエゼル、グリーズマン、トニークロスに関しては、スーパーサブ枠で置いてますといった感じですね。初めてね、こんな感じどっちも絶不調引いたの。で、チームスタイルは、ショートカウンターを使っていますといった感じですね。相手の方見ていくと、はい、ということで、あ、セパハンかなこれ。だいぶ OMF の下高い。多分セパハンですね。4-1-2-3の形ということで、これは結構面白い対決になるんではないでしょうか。この形がね、非常に人気のフォーメーションなんですけれども、これ逆にこの形がね、三角形に中盤がなってます。ということで、これは面白い対決にできるんじゃないでしょうか。やっていきましょう。はい、よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。いや、相手がセパハンの結構面白いですね。これ、あ、ちょっとパスずれるのか。ピエラで。これ先場出したの怖い。ナイスレフト。したら一回縦当てたい、これ。ナイス。縦落ちて当てて、横当てて、まあ、攻撃押しもどっちもやりやすいからね、このフォーメーション。サラ来た。サラ。いやー、サラきついか。いや、このサラ結構ね、洗ったんですけど、今週やっぱり強いっすね。ここサイド、当てれる？頑張れ、言われてる。ナイス。当てて、
こっちに立て。オフサイ。いや、ネイマールさすがにそのライン見ようよ。当てていいよ。サラ、もう一回いけないかな。キス、あ、サラある。ちょっとサラ出して、出して、ナイス。サラ、サラ。いやー、無理か。ちょっとマイナスだ。ダブター、いや、取んねえか。ナイス、当てる。あ、逆サル。逆サイ、ネイマール、ダブタ。で、コンカですよ、これ。いや、神ゴールじゃない。ナイス、当てる。あ、逆サル。逆サイ、ネイマール、ダブタ。で、コンカですよ、これ。いや、神ゴールじゃない。マジかよ。とんでもない先制点です、ということで。いや、やっぱあの形めちゃくちゃ強いよね。もう、あそこら辺はね、中にダブタで切り込んでって、ニアかファー打てば入るんでね。いや、めちゃくちゃいいシュート、ナイスゴールということで、ネイマールの神ゴールで、まさかの先制ですね。ここ、いける？ナイス、ダイク。頑張れ！ちょっと奪われ方、ナイス。危ない。当ててサイド。ナイス。中、ワン、ツー。ワン、ツーいけるかな？これ。いけそう？もう一回ワン、ツー。ちょっと、若干ラグ。いや、ファールか。はい、じゃあ下から繋いでいきましょう。中、当てて、ここ、サイド、で、縦、当てる。いいよ。で、落として、こう、ビルドアップめちゃくちゃしやすいんだよね、これ。もう見てお分かりの通り。こう、綺麗に崩せる。いやー、惜しい。今のもカカだからね、2列目からの飛び出ししてくれましたね。ナイス、ジャニーロ。あんな感じで、こう、ビルドアップがめちゃくちゃしやすいのもいいポイントだね。もうサイド当てれる？やばい、これは俺の完全にパスミス。ちょっと待って。ダイク頑張って。コマン先発使ってるよ、あの方。ナイス、ダイク。当てて、サイド、こう使って、当てて、で、落とす。で、こっち、大外。パス！落ち着いて、ターンして、ゴーゴー、サラゴー、サラゴー。サラ早すぎ、サラ早すぎ、サラ早すぎ、サラ早すぎる。ええぐない、待って。サラやばくね、マジで。スリートップの時はね、みんなサラ使った方がいいですよ。マジで前の推進力やばいからね。ナイス。前半ラスト攻めたいな。なんか、いや、いいボール、バッペ。いけんじゃないこれ。パー、シュート。いやー、マジある？いや、ないか。いや、マジか、前半終了と。あ、でもかなりいい感じでやれてたんではないでしょうか。いや、サラは良かったし、最後のワップもかなりいい感じでしたね。ただ、あんまりシュートまでいけてないんで、ちょっと後半頑張っていきましょう。はい、後半よろしくお願いいたします。ということで、ちょっとあと2点ぐらいね、頑張って決めていきたいと言ったらもうまずい、これ速攻で。ちょっと、ナイスグバルディオル。危なすぎる。ターンして、こっち使って、いいよ。縦当てる。で、こっち下当てて、こっちも一回当てて、一回マイナス使うと。で、ここもう一回使ってあげる。で、前いけんじゃない？これいけるでしょ？きついか。ターンして、シューキャン。いやー、いける？くー、惜しい。これはしっかりビラで。ビラで真ん中しっかりケアして。ダニーロ。これパス入力入れちゃったな。いや、いけなそう。いや、早え、コマン。マジで先発でこんな早いの？クリアしよう、一回。ナイス、ナイス。クリア結構大事だからね。いやー、拾われる。がー、まずい。ちょっとまずい。やべ、やられた。マジでまずい。うわー、決定機しっかり決められた。まずいです、皆さん。1対1ということで、これはかなりの接戦になってまいりました。このセパハンか、モンティリオ山形かのこの頂上決戦3トップ。いけよ、これ。中、チョン、バペ、バペ、バペ、いやー、バペれないか。ある、ある、バペ、あるぞ、ある、ある、来た、ラッキー。ある、コンカ。ある、たら、あって、マジかよ。マジかよ。今の決まんねえのかよ。予想選手変えたいな。中切って。いやー、逆サイうまい、それ振り方。うわー、これ行きたくねえなー。うわー、うまいな、この方。駆け引きが。ナイス、グバルディオル。いやー、マッペ強すぎる。アプリのマッペなんかもうほんと強すぎる。あ、やばい。オッケー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 。おーし、ちょっとじゃあ、これ、スパサブ入れていきますか。最後は若干このコメだとあれだな、疲れてくんだな。ベンエデル、んー、どうすかなこれ。ベンエデル CF 一回入れよっか。たらグリーズマン、これサイドウイング入れて、でクロースと CMF でメッシと、これでコマンは絶不調だから使えないから、これでいきますか。あ、でもベンエデルをじゃここにして、ここでベンエデルを ST 登録にして、ここにロマーリオを入れるってなると、これかなりいいんじゃない。よし、これやっていきましょう。はい、ここ、ロマーリオ、頑張って。ナイス。下当てて、ちょっと頑張って点取ってこう、マジで。ロマーリオ、落ち着いて、ここ使って、ここ入ってって、中、来た、メッシー食べた。いやー、惜しい！マジかよ。ここ、ちょっとハンダイク。頑張って。ナイス。ここ、オッケー。縦、当てて、いいよ。スルーパス。いや、いけない？ケアキスイ、ある。あるよ。下。来た、いやー、え、ベーデル来
ト。いや、神ベーデル。いや、相手のサイバーすり抜けてない？いや、ナイスすぎる。いや、これはでかい。この時間の1点はめちゃくちゃでかい。スパサブ活躍してくれたわ。よし、これしっかり守備していこう。ナイス。ナイス、デフト。当てて、てか守備の体力の減り方、えぐいな。当てる。中、ナイス。落ち着いて。いやー、ロマーリオ。頑張れ。ナイスクロス。横、サイド、バック、縦、いけるかな、これ。オッケー。ナイス、頑張れ。ナイス。ちょっと落ち着いて。いや、いいよ。落ち着いて、ここからサイバー使って、縦当てて、中台で、で、ここ台で、神ってやった、豚。いやー、ダブダでないか。惜しい、ある。これ拾える。ナイスー。ここ落ち着いて、落ち着いて。ナイス、グリーズマン、スパサブ。ダブダ。いやー、無理か、ちょっと豚ちゃっちゃった、なんか。耐えろ、これ、ラスト。ファンダイク出したくねー、これ。いやー、どうすっかなー。これ出さざるを得ないか。ファンダイク出そうか。ファンダイク行かせて。ラストはどこ？耐えろ、マジで。耐えろ。オッケー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 、オフサイド。これは勝ったんではないでしょうか。はい。ということで、皆さん、2対1無事勝利できましたね。セパ反対、モンチオ、ヤマハタのこのフォーメーション、3トップ対決ということで、いや、勝ててよかったですね。皆さん、いかがだったでしょうか。いや、このフォーメーション、本当に攻守のバランスが良くて、まあ、今週から登場してるフォーメーションなんですけれども、めちゃくちゃ強いんでね、ぜひ皆さんも一度使ってみていただければ嬉しいなと思います。まあ、あれですね、ほんとこのセパハンとか使ってる方たくさんいると思うんですけど、セパハンとかだったらね、結構まあ、攻撃は楽だけど守備が難しいって方もいると思うんで、まあ、そういった方は一度ね、このフォーメーション使っていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでリフトボルドを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。